デジタル保護系電気はアイドの一例である。電力産業において、インテリジェント電子装置とは、電力機器、変圧機、コンデンサバンクなどの電力システム機器を、マイクロプロセッサにより制御するコントローラを表すために使用される用語である。アイドは、センサや電源装置からデータを受信し、電圧、電流、周波数の異常を検知した場合に遮断機に、 制御コマンドを発行したり、目的のレベルを維持するために、電圧レベルを制御したりすることができる。一般的なアイドには、保護系電気デバイス、オンロードタップチェンジャーコントローラ、遮断機コントローラ、コンデンサバンクスイッチ、リクローザコントローラ、電圧レギュレータなどがある。これらは一般に設定ファイルによって制御される。 デジタル保護系電気は最も主要なアイドであり、マイクロプロセッサを使用して保護機能、制御機能などを実行する。典型的なアイドは約5から12個の保護機能、個別の装置を制御する5から8個の制御機能、自動再閉機能、自己監視機能、通信機能などを有している。最近のアイドの中には IEC61850 に準拠して設計されているものもある。 この企画は変電所自動化に関するもので、相互運用性と高度な通信機能を提供する。ありがとうございます。